特撮ボーイズヒストリー空色のコンタクト。もともとこのステイホーム期間がなくてももともともっとやらなきゃいけないし、うん、もっとこうアンテナを張ってどんどん行動していかなきゃいけない立場に俺らはあるじゃん、はい、にそのそういう状態でもともとあったんだけど、さらにこういうご時世ってことは、うん、よっぽど、まあ、埋めていくのもそうだけど、うん、もっとギアをかけないとそりゃ追いつかないし上がっていかないよねって俺は思ってるから、うんうん、だから普通というかむしろロスだったんだよね。まあ、何よりもこの止まらないイコール活気が出てくるじゃないですか、うん、この特撮ボイスというユニットに活気は一番ぴったりです、はい、活気がなくなった特撮ボイスなんか見たいかなんか落ち込んでたりとかどこか失速してたりとかどこかちょっと静かな、まあ、静かって言えばかっこいい感じもあるけど、それではなく、その、活気のなくなった特撮ボーイズは、果たして特撮ボーイズなのかって思う。だからこそ、僕らは多分、動き続ければ続けるほど魅力的になるユニットだと思うんですよ。本当にその、まあ、わちゃわちゃ感もありますけど、やっぱ僕らのライブってエネルギッシュ、フリーライブであれ大きいライブであれ熱量は変わらず僕らずっとやり続けてるじゃないですか。だからどこがどう見てもエネルギッシュなライブなんですよ、それですよ、はい、で僕らはピンチをチャンスに変えるためにはやっぱ動き続けることなんですね。それはそう、あのじっくり考えても多分しょうがないですね。だから結構本当に行動派でずっと動いてる、だから髪型そんなになったんじゃない考えすぎたのと動きすぎてそうなったんでね。いかんせん褒められてる気がしないそうね、この夏フェスは今回俺らにとっては初めの一歩ですよ。そっからまた夏フェスとか季節ごとのものをイベントを取り込むこと、僕らだから1年間を通しての僕らの活動がまだ定まりきってないし、これからどんどんやっていった方がいいことがたくさんあると思うんですよ。でそれをどんどん行動的にいろいろ試してみたりだとか、何をしたら僕らの見せ方的に一番いいのかとかを多分調べたりとか行動する第一歩が夏フェス。夏フェスイコール僕らの最終形態ではなく、いろんな行動とか活気を作り続けるための方法論の一つの第一歩なんです。どんどん考えてやって、別にもう失敗ってないじゃん、もう経験だから、うん、やってこうだったっていう結果をもとに次に生かせばいいから、うん、やってよかったは、まあ、よかったっていう評価から、さらにじゃあこのよかったに対して次それをこれを加えたらもっと良くなるじゃん、うん、でやって、まあ、こうだったねは、うん、じゃあ何がいけないんだろう、じゃあこうしてみようかっていうのがどんどん広がっていけば、もういろんな形でのパフォーマンスだったり、うん、ユニットの色っていうのが出せるから、本当に特撮ボイズっていうコンテンツはね、もう唯一の無二ね、本当に、うん、試行錯誤は止めたくない。
ハハハ。